本日4月14日こちらは北山門の近くにある植物展示場の方今桜草の展示を行っていますので今日はこの桜草のご紹介をさせていただきます、えー、桜草という名前がついているのでこの花をじーっと見てもらえると、まあ、桜に似た形のお花なんですけれども、えー サクラソウという言われ方もしますがカダナエとかでもよく使われているプリムラの仲間ですねでサクラソウというと本来はこの日本のの仲間のことを指します、えー、これは江戸時代に日本に生えていた野生のものから作り出された園芸品種のものを今こういう展示をさせていただいています。 でえー、この桜草ラ、まあ、色はやっぱり白から薄ピンク、濃いピンクというにまに、まあ、色のバリエーションはそれほど多くはないんですけれども、花の形だとか花の咲き方でいろいろな品種があります。今、こちらにある小さいお花なんですけど、こちら、南京小桜という名前の品種になります。えー、こちら一番 えー、今桜草の品種っていうのは、えー、300から400種類あると言われてるんですけどもその中でも一番、えー、古い記録が残っている品種になります、えー、花の形は結構ちっちゃくて覆輪、えー、といいましてお花の周りに白い筋が入るのが特徴なんですけれども、えー、この南京小桜から時代を経るにつれていろんな品種が生まれました でこちらの方はダイミンニシキというお花ですちょっと動画でと見にくいかもしれないんですがえ絞りと言われるようなピンクの模様が入っていたりしますまた、えー、植物展示場で一輪一輪を楽しみながら、えー、見ていてください